うところじゃないね、笑うところじゃないのは分かってんねんけど、ホワちゃんと同じ反応しちゃってる。皆さんどうもこんにちは、ナマです。さて今回も引き続いてチェンソーマンの第6話を見ていきたいと思います。前回から10の悪魔編に入ったということで、これからどんどんチェンソーマンワールドが開幕していくわけですね。私はすでに原作を読んでる勢ですので、今後の展開はもうすでに分かっているのですが、アニメではどのように表現されていくのか注目して見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。チェンソーマン第6話です。ゴー。お頼むチャンネル。ほな行きますね。3、2、1。や、第6話デンジを殺せ。そうでした。前回はね、ホテルにね、悪魔を退治しに来てたんですよね。ほんで帰ろうと思ったらダブルピースでじっとしててなんでダブルピースそう、帰ろうと思ったら、あれれ、あれ、あれれかわいすぎひん、コベニちゃん悪魔の力が発動してなんか変えられへんようなことになってたり、ホテルの部屋は大丈夫そう。窓の向こうにも部屋、窓を開けると、窓を乗り越えると部屋、部屋、そして開けるといちいちコベニちゃんが可愛いダブルピース驚き顔、超可愛い。8階から出られなくなっている階。えい、始まりました。チェンソーマンの第6話でしたけれども、オープニングというかアバン、いっちゃん最初の時点からかっ飛ばしてくれてますね。ホラー要素たっぷりの演出でしたね。今回もしっかりかっちり。第1話の時も思ってたけどさ、なかなかこのチェンソーマンって結構ホラー要素が強い作品やと思うんですよね。ホラー、グロ、あとはエロあとはなんやろな、シュールな感じがすごいバランス取れた作品やと思うんですけど、アニメではね、めちゃくちゃね、ホラー要素がすっげーうまいこと描かれてるなって1話から見てて思うんですよね。そして今回もアバンの時点で超ホラーの要素をふんだんに使った演出をしてくれてました。いやー、これは楽しみですね。このホテル界がどういう風にホラー要素として描かれていくことになるのか。いやでもちょっとね、ホラー要素プラスシュール要素もちょっと楽しみにしてるんですよね、私は。こういうホラーのシーンで小エリちゃんみたいなあのいい子が一人いるだけでシュルドが一気に上がるんでね。はい、ということで楽しみに見ていきます。チェンソーマン。すげーくつろいでる。デンジベッドで寝てるもんあくび、パワちゃんがさっきの悪魔を殺したから閉じ込める力を使ったまま死んだ責任転換するね、パワちゃん。そうだね、肉片の反応ね、銃の肉片の反応ね。はめられたのか。コメニちゃんすっげえ無言やけど
私たち全員ここで死んじゃうんだ。コブニちゃん語ってくれる。暗いよ。風俗買ってみるハンターしか選択しなかった。これ笑うところじゃないね。笑うところじゃないのは分かってんねんけど。あ、やば。パワーちゃんと同じ反応しちゃってる。私ももしかしてパワーちゃん要素あるかな。ごめんね、ごめん。悪魔は恐怖が大好物だからね。怖がってたら相手の思うつぼだよ。ごめん、コメニちゃん。笑うつもりはないんで。可愛いね。すごい。可愛いって思うものに対してすごい愛らしく感じちゃう、この感じ。分かってくれる？誰か。部屋の時計差しから8時18分。つまり、この8階だけ、悪魔の力で時間が止まっている可能性があります。助けは来ない。さてどうするよ。このポジティブさね。すげえ。寝放題じゃないですか。確かに。ずっと寝放題なのいいな。寝なきゃ損だね。いいね。このデンジのキャラクターないだろうな。今までにないよな。ジャンプの主人公史上さ。こんなピンチに陥ってさ。ガチ寝する。いいわ、いいキャラしとるわ。白目向いてる、デンジ。うん、姫のパイセン、かわいい。うん、水と電気使える。おお、食べ物は少しある。じゃあちょっとは生き延びれるかな、水があったらね。部屋に閉じこもる新井くん。トイレの水を飲もうとした小紅ちゃん。パワーは？パワー。バカだなこいつ。ノーベル賞を考える。パワーちゃん総理大臣になる。バカだね、かわいいね、パワーちゃん。消費税 100% って。相当追い詰められてるってことですね。何時間経ったんかわからんもんな、時計が動かんってことは。だいぶやられてますね、新井さんと小紅ちゃん。最後のタバコを。ニコチンの力は偉大か。うわ、名言やわ。何かに寄りかかっていきたい人生。かわいい、姫の先輩。私だもん。アキくんちょんまげないバージョン、つまり過去編の話ですね。はあ、へえ、公安だけが銃野郎の肉片持てるんや。
のバディの彼女さん。悪魔に仕返しできる力がないから私に当たるの。お、秋が行く。秋が行くぞ。殴ったやつの服にガムつけてやった。あきくんもやるね。ガムつけるなんてさ、ナイス。ざまあ見ろ。ええやつや、あきくん。一生で吸うタバコはこの一本だけだっつって、あきくんね、いいよね、あきくんと姫の焙煎の関係も。消すな、ずるい、顔さち消すな。発想がおもろいな、もう天神。およよよ、およよよよよ、わお、グロビーン、すっげーな。人間、人間たちよ、契約を交渉する。天井を私に食わせろ。そしたら他のデビルハンターは外へ返す。契約しろ。後ろの戸が開いて。いいね、いいね、この展開いいよ、コムニちゃんいいよ。わお、一発。かわいそすぎる、コムニちゃん超かわいそう。生き残るために必死やって、コムニちゃんは。そうよ、キツネが出てこない、コーンが出てこない。うわ、ゴーストの力強いな。おお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 お、でかくなった、膨張された。ほら、強め。ここは胃の中。私と契約する以外生きては帰れない。うん。悪魔が使う契約には強い言葉がある。
危ない、クモ出てきた。仲間割れかな。レンジを差し出せっていうことですね。うん、冷静な判断ですね、早川くん。レンジを渡せば。相変わらずやパワーちゃん。うん、かっこいいよ、早川くん。殺すのは悪魔だけだよ。なんでこの二人はこういうワールドな？こういう危機的状況でも。超気楽に考えてるやん。刀？刀を使ったら解決できる。かわいい顔して怖いこと言うよね。食料がない。なんで、なんで、誰が一体、パワーちゃん。おじじゃない、おじじゃないよ、デンジが食べた。コメニちゃん。コメニちゃんのこのパニック具合超好き。およおよよ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 よ、急展開してきたね。今の悲鳴で悪魔がなんか喜びに満ちたんかな。恐怖で膨らみ、恐怖に捉えるもの。そうか、小紅ちゃんたちの子、恐怖で大きくなってんな。永遠の悪魔。わわわわわわ。傾いた。わわ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 わ、ああ危ない危ない。うわ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 。殺してください。もうデンジ殺したい人多すぎな。刀を使うと、アキくんは早く死んじゃう。ああ、殺せ、殺せ、デンジを殺せってなってる。ああ、地獄じゃ、地獄じゃ。こんな展開やったっけ。
アキくん刺されてたっけ。キ君大丈夫か？操れんの？ああパワーちゃんありがとう。血止めれんねや、よかったよかった。やばい、姫のパイセンが。ああうわ、空気は最悪だ。どうする？え？食われてやる？それならよかった、コメニちゃん。チュー、まだ忘れてねえからな。そうか、チェンソーにビビってるから。攻撃を受けた時に痛いって言ってた。悪魔じゃ。自殺させりゃいい。悪魔みたいな発想や。この音ね。うわー、おもろいところで終わったな、おもろいところで終わったな。はい、ということでエンディングです。え、かっこいい、めっちゃかっこいいやん、このなんや、この機械音、やべ、エンディングめっちゃかっこいい、鳥肌や。誰？あ、誰アーティスト？カナリアさん、カナリアさん、大脳的なラムデブ、めっちゃかっこいい。第6話、この永遠のホテル、永遠の8階ホテル界にめちゃくちゃぴったりのエンディングですな。はい、ということで見終わりましたチェンソーマンの第6話です。感想に行きたいと思います。おたまのチャンネル、はい、ということで見終わりましたチェンソーマンの第6話でしたけれども、今回は永遠の悪魔のせいでホテルの第8階に取り残されたデンジたちのお話でしたね。デンジを殺せば助けてやるって悪魔に言われて必死にデンジを殺そうとするコベニちゃん、むちゃくちゃ良くないですか。アニメーションとして動く表情から脳内で想像してたコベニちゃんの声にめちゃくちゃ合ってる声優さんの演技まで完璧でしたね。最高でしたね。多分
今回6話の見どころポイントとしては姫野先輩とアキくんの2人の過去編から信頼関係っていうところだったと思うんですけど、私は小紅ちゃんのかわいそうな可愛さが100点満点で大満足でした。やべえ、小紅ちゃんもっと不憫な目にあってほしい。はい、ということで6話でしたけれども、次回レンチのチェーンソーで永遠の悪魔を自殺に追い込むことができるのでしょうか。次回も楽しみに見ていきたいと思います。それではまた次回のチェーンソー版でお会いしましょう。バイバーイ。やー。